皆様こんにちは、白井みさおです。今日はね、高野豆腐のいろんな面白いこと、ちょっと知ってたら便利なことをご紹介したいと思いますよ。まずね、高野豆腐はちょっと製法が変わってるので、昔みたいに流水の下でこう戻してこう流水で洗い流さなくてもいいこともご存知かな。で、私はだからこの頃とっても便利になって高野豆腐大好きなんですけども、かつおと昆布のだしと、それから、鶏ガラスープとかブイヨンで取ったようなものとか、いろんなもので高野豆腐炊くようになりました。戻さなくていいから、そのだしでそのまま炊けるから、こんな便利なことはないんですね。ご紹介するのはこちらですよ。この5切れのうちの1切れはちょっと後で、ちょっと楽しいんですよ。このお料理をしとくと冷蔵庫に貯金ができたみたいな。で、この4つをフライパンだったら炊きやすいですよね。で、ここで今日はかつおと昆布のだしと、それからブイヨン、これはチキン鶏ガラスープですね、これを2カップずつ入れてフライパンで炊いていくんですけども、まず静かに、まず2カップ入りましたよ。そして今日はだからかつおと昆布と鶏ガラスープのダブル使いですね。で、ここにこのもう最初から合わせてある調味料を入れていきますね。お砂糖とみりんとお酒が大さじ2杯ずつ、それから薄口醤油が小さじ2杯で、塩が小さじ1杯です。上手にご自分のお好きな味にしていただいたらいいんですけども、ちょっとここで温めておきますね。これはこの一つは後からご紹介するお料理、見てくださいね。別の動画でご紹介します。そしてここにちょっと温まってきたなと思ったら、高野豆腐を何にもしないでこのまんま調味料の入っただしの中に入れます。今プカプカ浮いてる状態ですよ。さあどうなるのかな。こうして吸い込みやすいようにこうして入れます。そうするとまあしばらく待ちますけども、もう切れるようになったらいいんですね。そんな時間かかりません。で、もしも切って料理したいと思ったら、このまんまちょっと一旦出して切られたらいいんですけども、私は今日このまんま4枚を炊いていこうと思いますね。だいたいね、最初は煮立つまではちょっと強火でもいいんですけども、あとは中火弱、もうちょっと優しい弱火でコトコトと20分から25分ぐらい私は炊くんですね。そうするとね、しっとりしていいんですよ。ふっくらふんわり美味しく炊けます。で、その後でいろんな含め煮のアレンジメントを作ろうと思うので、まずはこのまんまちょっと煮立つまでは寄り添ってくださいよ。でね、25分って時々忘れちゃうので、私タイマーつけときます。じゃあ落とし蓋をします。落とし蓋をするとこう出汁が上手に中でこう循環して、こういい感じに炊いてくれるんですよね。だからこの お鍋よりはちょっと小ぶりの感じですね。これを入れます。紙で切られても木蓋でも何でもいいですね。落とし蓋をします。で、私はね、もう火加減が定まりましたら、こうして二重にして木せ蓋っていうのをすることもあります。こうするとより早く、だけど早く炊って20分や25分は炊いた方が美味しいんですよ。よりふっくら炊けるような気がするのね。じゃあだいたい25分ぐらい経ちました。消しますよ。で、ここからじわっ
と時間が許す間ね味を含ませる美味しくなる時なんですけども、ちょっと様子見てみましょうか。熱いから気をつけて。落とし蓋外します。わあ、いい感じ。ふっくらしてお汁もたっぷりありますね。このお汁も上手に使ってくださいね。私は煮物に使ったり、ドレッシングに使ったり、和え物に足したり、お豆腐とかの白和えなんかにもちょっと入れてみたり、なかなかいいお仕事してくれますよ。こういうふうにふっくら炊き上がって粗熱が取れたら冷蔵庫に入れてくださいね。高野豆腐を4つ一度に炊いておくとね、いろんなちょっと嬉しいことがあるんですけども、こうしてね、高野豆腐って冷凍できるんですよ。ご覧になれますか。今まだカッチンカチンです。でこれもちょっと貯金があると、あ、高野豆腐が冷凍庫で待ってるって私は思うんですけども、ちょっと体に優しいあのものが一つあると、なんか健康を支えてくれて嬉しいですよね。でこの3つの、あの高野豆腐そのまんま何かと一緒にこう添えて、お野菜と一緒に召し上がるのが、まあ、一番あのよくなさってることだと思うんですけども、この高野豆腐もあのいろんな料理に使えるんですね。でこの残り汁も結構活躍してくれるんです。今日はちょっとそれをご紹介したいと思います。さあ、ご覧になれますか。高野豆腐を炊いておくといろんなお料理ができるんですね。ダブル使いのスープを使いました。カツオと昆布のだしと、それから鶏ガラスープを合わせて一緒に炊いてみたんですよ。そうするとね、シチューの中に入れたり、コーンスープの中に入れたり、カレーに入れたり、そしてこんないろんな風なちょっとエスニックな仕上げのものに入れたり、ご自分の好きな野菜を入れるとドレッシングをかけることで、もうどんどん味のバリエーションが広がっていくんですね。私はね、生しいたけを、まあ、2つ3つね、あの四角く切って、それで耐熱の小さなボウルに入れて、でね、今日はねこうしてね、クミンをちゃちゃっとかけて、その時にささみも一緒に入れると、こうささみっていろんな味を吸いやすいでしょ。だからささみにお塩と、私は日本酒をよく使うんですけども、ラップして電子レンジに2分ぐらいかけるのね。で中が赤くなければ、もうそのまんま粗熱が取れるまで置いときます。でその時もいろんな面白いものをこう足していただいてもいいんですけど、調味料とかね、それから香りのものとか、でご自分のお家でハーブが取れたら、もうそれも入れてみたりして、いろんな味をいろんな香りをこの高野豆腐は結構受け止めてくれるんですね。で仕上げにオメガ3の油をかけましょうとか、いや私は今日はごま油をかけましょうとか、ちょっとそれでピリ辛にするもよし、楽しいお料理になります。でこちらの方はあの高野豆腐を1枚炊いてコロコロ切りますよね。そしたら瓶の中に熟したトマトと、お家で採れたハーブと、それからこの高野豆腐の出たお汁を入れて、お酢を少し入れてカッてこう振るんですね。そうするといい感じのドレッシング兼トマトにもいい味がついて、このブロッコリーの湯がいたんや、このきゅうりがちょっと軽く塩をしたものに、なんか不思議なあったかいサラダの間を取り持ってくれるんですね。高野豆腐のお出汁はいろんな風に使えます。ぜひいろいろお試しください。